こんにちは、ルシチャンネルです。今回は3秒でハッピーになる超名言100。著者の翡翠小太郎さんは天才コピーライターとして有名です。世界の様々な人の名言を集めたこの本ですが、この中から私が気に入ったものをご紹介します。成功したら幸せになれるのではない、先に幸せであることが成功を生むのだ。もしあなたが今の仕事に幸せを感じているのなら、必ず成功するだろう。アルベルト・シュバイツァー。パリから羽田に向かって飛び立った飛行機にトラブルが発生、パリに引き返すことになりました。客室乗務員さんがファーストクラスのお客様に謝罪して回ったところ、パリで買い忘れたものがあったからよかったよとか、君も大変だね、頑張ったね、とエールを送られた。一方ビジネスクラスでは、明日は会議があるから困るよ、などと苦情を言われ、全体に慌ただしい空気が漂っていた。最後にエコノミークラスを担当する後輩が心配になる客室を覗いてみると、後輩はお客様から胸ぐらをつかまれていた。これは億万長者の友人、菅野一生さんから聞いたお話です。このお話から、お金にゆとりがある人たちは心もゆとりがあるんだなぁと思いますよね。でも彼は違うと言います。心にゆとりがあるからお金にもゆとりが生まれるのだと。心が先だと。実は昔彼はとてもネガティブな性格でした。しかし大富豪の斉藤ひとりさんの本で、ついている人はついていると言っている人であるという名言を知り、何があってもついてるという練習を3ヶ月間みっちりしたのだそう。すると失敗することが次第に怖くなくなり、いろいろなチャレンジをするようになった。僕と会った時はプー太郎だったのに、たった1年で年収1億円になったのです。彼は豊かになるには心が先だということを実体験から理解していました。では今貧乏な人は心が貧しいのかというと、それも違います。最後にこの名言を紹介します。私は貧乏だったことがない、ただ貧血だっただけだ。貧乏とは心のありようを言い、貧血とは一時的な状況を言う。人間を堕落に導く最も大きな悪魔は自分自身を嫌う心である。ゲーテ。夢が叶わない理由はズバリ自分自身を嫌う心です。カーナビに行きたいところを入力しても、目的地にはたどり着きません。現在地が分からなければ、たどり着かないんです。あなたの人生にとって、現在地とはどこでしょう？それは、あなたが本当に感じていること、今現在の本心です。今寂しいなら、寂しく感じていることが、紛れもないあなたの現在地なのに、こんな自分ではダメだと責めるから現在地がぶれます。寂しいなら、あ、今私は寂しいんだな。よしよし。これでいいんです。ありのままの自分の本音をまず自分で認めてあげれば、現在地がマイナスからゼロに戻り、足場ができます。親の期待に応えようとしたり、誰かの物差しでやらなければいけない、などと思っているのが他人軸。その偽の目的地が剥がれ落ちると、心からやりたいと思える本当の目的地が見えてきます。その本心の願いは、力は無限大です。本当にやりたいことだからです。もう一度ゲーテの言葉を借りるなら、自分を信頼したその瞬間に、どう生きたらいいかわかる、ということです。自分のネガティブな部分を認め、許したとき、ありのままの自分が見えてきます。避けることができないならば、抱きしめてしまえばいい。シェイクスピア。写真家、篠山紀信さんの人生が変わったきっかけ。それは、4日間踊りまくるリオのカーニバルだったそうです。篠山さんは、道路の向こう側へ渡ろうとしたのですが、渡れない。よし、今だと思っても、サンバの人で
渡れない。どいてくださいと言っても誰も聞いてくれない。無理やり渡ってみようとしても弾き返される。それならばと自分も一緒にサンバを踊ってみたんだそうです。すると簡単に渡れたのです。篠山さんはこういうことなんだと思ったね。全部受け入れちゃえばいいの。この時に篠山さんの人生観が変わったそうです。何かを否定している時は体に力が入ってあなたは戦っています。でも受け入れた瞬間一つになれるのです。千の平凡で一生を貫け。竹内輝世。竹内さんは二十歳で結婚、男の子が生まれるもご自身は脊椎カリエスを発症して離縁され、子供は父親に引き取られることが決まり、希望を見失いました。実は彼女の母も彼女が生まれたばかりの時に離縁されて家を出され、絶望した挙句に入水自殺しています。母と同じ人生を歩んでしまうのか。輝世さんは生まれた赤ん坊と心中を図ります。赤ん坊の首に赤い紐を回そうとした時、紐が揺れるのを見て無邪気に赤ん坊が笑った。思わず涙が溢れ赤ん坊の赤い頬に落ちた。赤ん坊と目が合った瞬間、生きるのは責務だと彼女は悟ったのです。この時書いた詩が頬です。ただ自らの弱さと育児なさのために、生まれて何も知らぬ我が子の頬に、母よ絶望の涙を落とすな。彼女が子供に送った言葉が千の平凡で一生を貫けです。いいことなんかほとんどないかもしれない。それでもたとえ平凡だとしても、その千の平凡を一生貫けと。この世に自分の意志で生まれてきたわけじゃない。それは命はあなたのものではなく天が望んだということです。であれば僕たちは自分の一生を最後まで見届ける義務がある。生まれた環境や今がどんなものであれ、そこには天の意志がある。だから人生を受け止めた上でどう運命を愛し貫き超えていくかが問われています。助けてくださいと言えた時、人は自立している。安富あゆみ。安富さんはこうも言っています。自立とは多くの人に依存することである。自立には経済的なものと精神的なものがあります。誰だってたった一本の命綱にすがるだけでは生き抜いていけません。多くの人に少しずつ助けてもらうことで初めて経済的に自立して成り立っていくことができます。自分にやれることは全部やった上で助け合って生きていければ、それこそ最高の自立ではないでしょうか。いい人と歩けば祭り、悪い人と歩けば修行。小林春。信頼していた部下に騙されて35億円の借金を背負ってしまった人がいます。ご存知、矢沢永吉さんです。さすがの彼も毎日お酒を飲んでもうダメだと落ち込んだそうです。そんなある日、奥さんがこう言いました。お酒もいっぱい飲んだでしょ。飽きたよね。確かに大変な額だけど、矢沢永吉が本気になったら返せないお金じゃないから。そう言われて彼は、本当に？と思わず聞き直したそうです。この時彼は、これは映画だと思えばいいや、と思ったそうです。そこからの矢沢永吉はすごい。ライブをやって、なんと6年で借金を返してしまったのです。人生最大の目的は、稼ぐことでも有名になることでもありません。人生の究極の目的は、最高の自分になることです。悪い人と歩むとき、それは最高の自分になるための修行になります。でも、困難に遭遇しているとき、あなたの一番近くで、
あなたを支えてくれる人は必ずいます。その人の声に素直に耳を傾けたとき、人生は祭りになるんです。あなたの今の生き方は、どれくらい生きるつもりの生き方なんですか？伊坂幸太郎。縄文時代の平均寿命は30歳くらいだったそうです。ということは、30歳で亡くなることが不幸だとするなら、縄文時代の人はみんな不幸だったということになります。一度きりの人生、あなたはどう生きたいですか？このままの生き方が続いたとしたら、人生の最後の瞬間、後悔はしないですか？本当にやりたいことに向かって生きたくないですか？本心に素直に感じたように動く。感動はそこにしかない。君の本心を大切にしてあげられるのは、世界で君ただ一人です。時には周りを気にせず、本心を貫き通すことだって大事です。あなたの素晴らしい人生をやりきってください。自分にとって本当に大事なことって何だろう？自分にとって本当に大切な人って誰だろう？この二つを本気で思っているだけで、いい人生が送れるような気がする。糸井重里。あるお母さんから聞いた話です。そのお母さんは、うちの娘は出かけるときに行ってきますって言わないんです。と言っていました。その中学生の娘さんは、絶対に行ってきますと言わない。もしその日家族に何かあったら、最後の言葉が行ってきますになってしまう。行ってきますが最後の言葉になるのは絶対に嫌だからというのです。では、娘さんは何と言って出かけると思いますか？大好き。娘さんはいつも出かけるとき家族にこう言います。大好き。どんな名言よりもあなたが大切に思っている人に伝える大好きに勝る言葉はないかもしれません。本当の気持ちを本当に大切な人に伝えるために僕たちはこの星に生まれてきたんだ。本当の気持ちを解き放て。